こんにちは。メンタルエステスクール手相講師の浅野です。今日も、ワンポイント手相をお伝えしていきます。今日は、メジャーラインの運命線です。運命線っていうのは、これですね。手のひらの真ん中、まっすぐこう中指の方に向かって伸っていくこの線なんですけれども、手首の方から伸びていったりとか、例えば小指側から伸びても中指に向かって伸びる、これが運命線になります。でこれはですね、人生の満足度ですとか仕事の満足度、その人の生き方がそのまま出てくる線になります。ではっきりしていればしているほど、人生に対して満足感がある。でもし薄い方の場合、もしかしてないっていう方も中にもいらっしゃるかもしれませんけれども、そういう方はこれから運命が開けてくる場合にははっきり出てくることもあります。ここもメジャーラインのすごく大事なポイントですけれども、目に見ておくと面白いかもしれません。今日はここまでです。